にありがとうございます。おめでとうございます。小林様ありがとうございました。さあ、それでは受賞された中原さんに受賞の気持ちをお伺いしたいと思います。はい、お願いします。モデュロプリティとして勉強することすごく多かった一年だと思います。今のお気持ちをお聞かせください。はい、まず、私が、まずこのオートサロンのメインステージに立たせていただいていること、それ自体が本当に光栄でありがたいことです。そして、クリッカー賞という、次世代を期待されているレースクイーンに贈られる賞を私が受賞をさせていただくことが本当にありがたいことです。本当にありがとうございます。私がここに立てているのは本当に一重に応援してくれたみんなのおかげです。本当にありがとうございました。はい、おめでとうございます。おめでとうございました。クリッカー賞を受賞された永原芽郁さんに皆さん今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。1号車に必ず何かを持って帰ると約束した相澤さん、おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。はい、皆様、本当に投票だったり応援だったりありがとうございました。私一人だとここまで来れなかったと思います。私は、レースを広めたい、レースのハードルを下げたいという思いでここまで来ました。でもそれは決して一人ではなく、相方のパートナーのさわちゃんだったりとか、チーム国光の皆様だったりとか、スポンサー様だったりとか、そしてもちろん皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。私に期待をかけてくださってありがとうございました。そしてレイブリック NSXGT チーム国光が1号車のこの年に賞をいただけたのが本当に嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、そして星野さん、私は負けず嫌いですと宣伝しました。ちゃんと形にしました。お気持ちをお聞かせください。はい、2019年審査員特別賞をいただきました、ホッシーこと星野かなでです。私は今回2回目の受賞になるんですが、2回目の受賞になるんですが、たくさんのレースクイーンがいる中で私が2回も特別賞をいただけることになったのは、皆さんが私を信じて応援し続けてくれたおかげです。一つの目標に向かって、みんなで協力し合えたという記憶は私の人生の中の宝に、一緒の宝になると思います。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、日本レースクイーン大賞実行委員会特別賞を受賞された相澤奈々子さん、そして星野かなでさんに皆さん大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、やはり涙はつきものなんですね。まずはトロフィーの贈呈です。そしてボードも贈呈させていただきます。はい、おめでとうございます。はい、いい笑顔をいただいております。はい、おめでとうございます。そして橋本様ありがとうございました。はい、それでは受賞された生田さんに気持ちを聞いてみたいと思います。はい、お願いします。モータースポーツ大使、本当にぴったりなモータースポーツ大好きな生田ちむちゃん、今の気持ちをお聞かせください。皆さんこんにちは。マコーズガールズ、そして KCMG の、生田チームです。はい、ありがとうございます。去年もこの賞を受賞させていただき、また引き続き今年もこの賞をいただき、本当に大変嬉しく思っております。去年1年間、紙面に載せていただいたりとか、私のモータースポーツのことを、発信していただいたり、あとは、今年もまた引き続き、私が F1 だったりスーパーフォーミュラだったり GT だったり、いろんなところに行くと思うんですけれども、行くと思うんですけど、はい、そのことをたくさん発信して、中日スポーツ様、東京中日スポーツ様と一緒にモータースポーツを盛り上げていけたらいいなと思っています。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。
さあ、それでは東京中日スポーツ賞を受賞された生田潤さんに盛大な拍手を送りください。ありがとうございます。おめでとうございます。テレビ東京賞をきっかけに大きく羽ばたいていった大日向隊の希望もあると思います。どんな気持ちでしょう。この度はテレビ東京賞本当にありがとうございました。ありがとう。実は私は小さい頃七夕の短冊にお笑い芸人になりたいと書いたことがあります。今やその夢は絶たれてしまいましたが、でもこの賞をきっかけにレースクイーンとして何か爪痕を残せるかもしれないととても嬉しく思っています。テレビを見て私のことを面白いなと思ってくれたりした方が、そんな方がサーキットにも興味を持って足を運んでくれたらとても嬉しいと思っております。たくさんたくさん活躍できるように頑張りますので、お礼を、違いますね、皆さん応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございます。おめでとうございます。さあ、テレビ東京賞受賞された中村ひなさんでした。ありがとうございました。皆さん大きな拍手を送りください。芸人中村ひなも期待しております。あとはトロフィーです。おめでとうございます。そしてボードも贈呈させていただきます。おめでとうございます。はい、高島様ありがとうございました。さあ、それでは宮本さんに受賞のコメントをお聞きしたいと思います。はい、お願いします。取り下ろしグラビア、今から多分楽しみな方も多いかと思いますが、受賞の感想をお聞かせください。はい、2019 D ステーションフレッシュエンジェルスの宮本リオです。今何が起きてるかわからないぐらい頭の中が真っ白なんですけど、私はファイナリストに残った時にこのシュープレイ賞1本でこの賞だけしか欲しくないと決断してから最後までずっと頑張ってきました。なのですごくこの日が来るまで不安だったんですけど、ファンの皆さんから毎日声援をいただいて絶対に取るぞと今日のステージを迎えました。なので私の一つの夢がこうやって叶えることができて本当に嬉しいです。この賞をきっかけに絶対にもっともっと有名になります。皆さん本当にありがとうございました。はい、おめでとうございます。週刊プレイボーイ賞を受賞された宮本リオさんに今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。おめでとうございます。